えー、こんにちは、うあのまずはねリングネームのことをお話ししましょうリングネームっていうのはまあ呼び名っていう意味ですよねコーリングネームですよねこちらの方あだ名とか源氏名ってやつですけどもこれねセンスがないから思いつかないんじゃなくてあの多分ねあの何かに名前を付けるってことをされてないんじゃないかなと思うんでトレーニングだと思ってまずね たくさんね、100個とか200個とか、まあ自分の呼び名をね、ちょっとも、ま、う、あ、漫画の登場人物になったらどういう風に呼ばれるかなとかね。まあ、ジョセフ・ジョースターならジョジョとかね、リょうつ・カンキチならりょうさんとかね、そんな感じだと思いますけども。さあ、自分だったら漫画の登場人物に出てきたときに、自分のことをどういう風にね、名付けるか、漫画の主人公になったつもりで考えてみるといいんじゃないですかね。まあ、名前からね、えー、石井さんのお名前から、 すするもいいですしそれから「週刊中年ジャンプ」というねこの書籍にちなんだ名前でもいいのかなと例えばね「ドクターマシリト」みたいなのがありましたけどねあれは鳥島編集長のことをねもじって「マシリト」といったような感じが鳥山明先生ねあられちゃんドクターサランプからね聞かされたりとかしますけどもそうですね、うん、ドクター何とかっていうのもねいいかもしんないですよねうん。 あとはね、何、えー、ですかね。あーまあ、なんかそんな感じですよ。なんかこう、ドクターなんとかとかね、そういった冠をつけるのもいいかもしれないですね。他に何かどんな冠があるのか思いつかないですけども、なんかあるんじゃないですか。うん、お殿様みたいな感じとかね。それから殿下とかね。何々殿下とかね。<laughs> そんな感じでいかがでしょうか。まずは100個でも200個でも、まず書いてみることだと思います。歴史上の人物とかね。あのー、シーザーとか、あるじゃないですか、カエサル。うん アレクサンドリアとかね。うん。アレックスとか言うらしいですけどね。そんなのいろいろ書いてみて、あ、株を連想させる名前だな、みたいなのがね。うん。あるといいんじゃないですか。うん。なんか、三大投資家って言いましたよね。あれとか持って行ってみるとか。うん、なんか、こう、相場史郎って人いてましたよね。相場史郎っての。<laughs> 相場、<laughs> すごいですよね。相場史郎みたいな感じでね。ちょっとリングネーム。 ぜひ考えてみてください。私もね、そこ私はちょっとそれ、それやるとやりすぎかなと思いますね、私がやるとね。うん。で、あと子供の成長なんですけども、やっぱり子供って成長しますよね、当たり前だけど。だからそれに合わせて、私たちも成長しないと、子供に見せる背中がないなぁと思うんですよ。例えば、うちの子は1歳なんですけども、うん、ヤマト君とね、ヤマト君体力があるからもうね、 こっちが疲れちゃうわ、みたいなのがありますけども、いや、一切の子供に負けるんかい、みたいなね。山マく君は今日も運動会でパーッと走るんですよ。でもね、あの、大人の方が走って追いつけないみたいなこと言うのがいるんですけども、ちょっと待て、山マく君一切だと。一年前はいなかったんだぞ一歩も全然違うでしょ、と。あなたの一歩と、山マく君の一歩。身長が1メートルもない奴の一歩と全然違うでしょ、なんで一切に負けるんよ、みたいな感じですよね。 うん、だからせめてね、中学とか高校になるまでは、まあ大人はね、人生の先輩として負けるべきではないなと、あらゆる面で、うん。記憶力とかね、トーク力とか友達を作る能力とかね、さまざまなもので負けることは、やっぱり良くないなと思いますね。そこはちょっと意地っぱりになってもいいかなと思うんで、私もね、うん、1歳2歳の子供なんか負けないぐらいにね、全力で、 やってますねもちろん私40過ぎてから子供ができたら体力いるなと思ったんで精神力もいるなと思ったんでその頃からまた心を入れ替えてあのー、山登りをしたり筋トレをしたりカーフーをしたりとかね体作ってきたんで、まあ、なんとかね面目を保ってるなと思いますただうちはね、あのー、インターナショナルスクールなんで英語喋るんですよもうすでにだから父親としてもね英語を使えないといけないかなと思うんでこの年になってまだ英語をね 一からやり出しましたよ。うん、なかなか、なかなか身につかないですね、そっちの方がね。はい、えー、ということです。あとはね、言葉の使い方ですよね。うん、だから給料の反対語は税金。こんな問いかけって、多分なかなかされる環境にないと思うんですよ。ということは、言葉について考えることっていうのは、多分あんまり機会がなくって、思考力のその低下にも関係するのかなと思うんですよね。うん。 まあ、もちろんそれだけが思考力を鍛えるものではないと思いますけどもあのまあ類似語とかね反対語とかそういうのってのは多分中学校の頃に結構やったと思うんですよ。でもなぜか社会人になって年齢を重ねるといちいち考えなくなっちゃいますよね。うん、けどねやっぱりこういろいろと新しい言葉に出会うたんびにその類似語とか反対語を考える癖を持っておくと 一つのことを覚えたら、三つとか五つを同時に覚えることになるんで、すごく有効だと思うんですよ。例えばね、プライマリーバランスの黒字化ってあるじゃないですか。プライマリーバランスの黒字化ってのがあれば、もちろんプライマリーバランスの赤字化ってのもあるわけですよね。じゃあ、プライマリーバランスっていうのの反対語は何だとかね、類似語は何だっていうふうに考えていって、それ一つ一つに答えを出していくと、まあ、一気にね、知識とか工夫とかのキャパシティが広がると思うんですよ。 ふんふんまあそんなところかなと思いながらの、えー、今日の動画でしたね、うん。やっぱなんか喋ることを商売にしようと思うとやっぱ波外れたトーク力ってのは当然ですけども要りますよね。だってオリンピックとかでも走ることを商売にする人がその辺の人と同じスピードだったら話にならないですもんね。それはねやっぱりシビアに見つめていかないといけないかなと思うんですよ。普通の人と差があるから売れるっていうこと。 優れてる差があるから売れるってことその中であの今回ね体験を商品にするお金にするってことですけども失敗談をそのまま商品にしてもこれ普通の人の失敗談って誰か買う,買うかなって一本考えなくてはいけないんですよ、まあ、ですんで自分はこんな失敗をしちゃいましたみたいなことは、まあ、サイドストーリーとしてね必要なんですけども本題として売るものっていうのはもっと別のものが必要だと思いますよね まあ株ってものを商品にするんだったら、じゃあどんな人がね、その商品を買いたがるかってこと、株に勝ちたいから買うんですよね。ってことは株がどうやったら勝てるようになるかっていうことを商品にするべきだし、その中でサイドストーリーとして、自分はこの情報を知らないときはこんな失敗をしちゃいましたみたいな感じでね、おまけとして添えるというのが、あの商品化の中で非常に重要なあ作り方になってきますね。どうやったら株に勝てるのかとかね。 どのように自分の株の実力を測っていくのか。この辺を明確にした商品なら、これは商品力としては上々なんじゃないかなと思います。こういうふうに考えていけばいいんじゃないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。g o o フ f o ザ l